フリースの医療フリースとは、ポリエチレンテレフタラートで作られた、柔らかい肝仕上げの繊維素材である。1979年に、モールデンビルズ社によって開発され、同社の商標である、ポラテックが最も知られている。フリースの原義は、羊一頭から刈り取られた、一つながりの羊毛のこと、金羊毛を参照のこと。保温性が高い、速乾性がある、軽量。 簡単に洗濯できる、肌触りが柔らかい、安価などの利点を持つ一方で、重ね着の組み合わせによっては、静電気が起きやすい、火花によって、簡単に穴が開く、洗濯による毛玉ができやすいといった端緒も持つ。毛羽立ってしまったフリースは、表面フラッシュ現象により、コンロやマッチ、ライター等の火花が服に燃え移りやすいとの指摘も、あるが、素材に、p e t ではなく、 コーネックストを用いた何年フリースも開発されている。同じく PET を使っているペットボトルの消費とリサイクル率の増加とともにペットボトルを再生して作った製品が近年増えてきた。現在は比較的高額な一部のブランドを除きリサイクル素材ではなく石油から繊維を製造している場合が多い。モールデンミルズ社によって開発されたフリース生地である。 ポーラテックは吸湿性、保温性、軽量で極めて優秀な生地であるが、不織布であるから機械洗濯をすると毛玉ができたり目が詰まって増えると丈になる。これはウールに対する配慮と同じ。酵素入り洗剤溶液に数分放置、または押し洗いで十分。これで初期の柔軟性が維持できる。最近の洗剤には大抵酵素が入っている。 高素活性はメーカーによって大差がある。吸湿性抜群で冬だけでなく夏の肌着や、スポーツ機にも公的だが、この高機能のゆえに保存容器には注意する必要がある。例えば、防虫剤などが残留している、衣類箱やポリ袋に保管すると、微量の防虫剤を吸着するので、皮膚炎症の原因ともなる。高機能素材への注意である。 特に乳幼児用の高機能フリースの保存には、それなりの注意が必要。皮膚の敏感な女性も同じである。袋や衣類箱使用には注意。高機能素材の特性を享受するためには、その特徴を理り返した対応が必要。ありがとうございます。